今回ですね、スライドで用意するんではなくてですね、まあ、キータの記事としてまとめましたので、それに沿ってですね、お話しさせていただければと思います。で、まあ、LMM の現状理解というのを、まあ、簡単にお話しさせていただいて、その後に、まあ、2023年の9月版の LLM 情報のアップデートということで、お話しさせていただきます。で、前回行ったのが7月の中旬ぐらいでしたので、7月の後半、まあ、7月ぐらいからと、まあ、8月と、まあ、現状9月の、まあ、アップデートの情報をですね、盛り込んで記事にしております。はい。なので、まあ、主に、まあ、9月号のアップデートの話させていただきます。スケジュールにつきましては、先ほどお話しさせていただいた通りです。で、チャット GTP、LLM の現状理解ですけども、まあ、こちら、まあ、何度もお話しさせていただいておりますので、まあ、非常に簡単に、説明させていただきますと、まあ、LLM は、まあ、大量のテキストを学習した、まあ、AI モデルの一つであって、まあ、テキストの生成過程で、まあ、次に来る確率、まあ、次に来る単語を高確率で予測できると。で、結果としてですね、まあ、人間が自然に感じるような文章を生成できるようなモデルになっております。で、このまあ研究会でもよく取り上げていますチャット GTP というのは、まあ、この LLM のモデルの一つであって、まあ、OpenAI 社が2022年の11月に発表した、まあ、対話型の AI サービスとなります。で、こちらでは、まあ、ユーザーがですね、自然言語をプロンプト、指示文として入力することで、まあ、それに受け答える形で、対話形式でテキストが生成されるという形になっております。で、現在の、まあ、チャット GTP の最新バージョンが、オーガスト3のバージョンが最新バージョンで、API については、GTP4 は6月の13日というのが最新のモデルになっております。ではですね、最近のアップデートについてお話しさせていただきます。で、ですね、まあ、お話いくつかありまして、最初、まあ、OpenAI GTP 関連のお話をさせていただいて、あと、LLM 一般的なお話、あとは、日本での LLM 動向みたいなお話をさせていただければと思います。まずですね、こちら、一つ目のネタがですね、まあ、OpenAI 社が開催する、まあ、初めての、まあ、開発者カンファレンスをですね、サンフランシスコで、再来月ですね、11月の6日に行いますというのの発表がありました。で、サム・アルノトの CEO がですね、まあ、ツイッターで、まあ、X ですかね、今、X で、ツイートしてましたが、まあ、結構、まあ、素晴らしいものを準備してますというようなツイートがありました。ただですね、まあ、GTP5 とか4.5とかの、まあ、情報はありませんということですね。ただ、まあ、いい発表ができるんじゃないかということで、ツイートがありました。で、続いてですね、チャット GPT のエンタープライズ版というのがですね、公開される。公開されるというような発表がありました。で、今はまあ個人用向けで、チャット GTP が主に提供されているかと思うんですけども、で、エンタープライズ向けはマイクロソフトの Azure を通して公開されているものが、まあ、基本一般的かと思うんですけども、まあ、この OpenAI 社もエンタープライズ向けで、提供を開始するというようなですね、発表がありました。で、こちらもですね、もう今はちょっと、隠れてるというか、なんかなかったことのようになっておりますけども、まあ、GTP3.5 ターボのファインチューニングが可能になったということで発表がありました。で、これがですね、まあ、API でこの3.5のチューニングができるというような機能です。で、その3.5の 16K のモデルであったり、ファンクションコーリングのファインチューニングは、まあ、2023年秋頃に予定ということで、あと、まあ、DTP4 のファインチューニングに関しては、まあ、2023年、今年のまあ後半に予定ということで合わせて発表があったようです。
で、これも前回ですね、コードインタープリターっていう機能がですね、チャット GTP に出ましたというのが、話題として提供させていただきましたが、この機能がですね、もうなくなってしまいまして、これ新たにですね、アドバンスデータアナリシスという機能がですね、登場しております。こちらがですね、チャット GTP の画面になりますけども、ここにですね、デフォルトとプラグインの間に、アドバンスデータアナリシスというのがですね、ベータ版で追加されております。で、こちらですね、まあ何ができるようになったかと申しますと、まあデータより込み、前処理とか前からできたかと思うんですけど、まあそれに加えて、まあ統計とかですね、データ可視化、機械学習のあたりが、強化されているというような形のようです。で、以前のですね、コードインタープリターの違いで言うと、まあ、こっちの方がですね、多くのプログラム言語をサポートしているというのと、まあ、システム的にはですね、前より早くなってますというような形で、まあ、他にもアップデートがあるようです。まあ、ただですね、現状 Python がメインかなと思います。あとで、一応 R 使えますかっていうのを聞きましたらですね、まだ R はですね、サポートされてないということです。ですが、引き続きですね、まあ、チャット GTP 上で R っていうのはまだ使えないという形です。で、こちらですね、まあ、ツイッターで載ってた記事だったんですけども、このアドバンストデータアナリスを使って、ウェブスクレーピングできますよという記事がありましたね。これちょっと面白いかなと思って、一つ、紹介させていただきます。で、これはですね、ウェブページを HTML で保存して、まあ、保存しますと。で、これを、まあ、こういうような形式を、このアドバンスをサーチに、まあ、入力すると。ですね、まあ、HTML とかで入力しても、まあ、うまく処理できる。まあ、そういうようなことも、まあ、入力 HTML でもですね、処理できるみたいなことを、まあ、ツイートしてる方がいましたので、まあ、これ結構長いですけど、まあ、こういうことができるみたいですね。で、次にですね、まあ、これで OpenAI ネタ終わりまして、まあ、最近ですね、まあ、チャット、この GTP のモデル以外にもですね、結構、まあ、いろいろと有力なモデル出てきてますので、今回からですね、まあ、LLM 一般ということで、お話しさせていただければというように、まあ、それもですね、ネタに追加してお話しさせていただければと思います。で、まずですね、これ7月の中旬ぐらいのお話だったんですけども、メタ社がですね、ラマー2、っていう、LLM のモデルを、まあ、オープンソースとして公開して、研究用途及び商用途で無料で使えるというようなモデルをですね、公開しております。で、まあ、GTP4 とかですね、まあ、モデルをまあ実際公開していないということでですね、まあ、今後ですね、まあ、こう、オープンソースとしてはやはりこちらの方がですね、人気になっていくんではないかというふうに、考えられます。で、現在ですね、7億と13億と700億のパラメータを持つ3つのモデルというのが、ラマ2にあるようでして、アーキテクチャ自体はですね、この1とあまり変わってないということなんですけども、モデルの訓練用に使用されたデータが、まあ、40%ぐらい多くなっているので、その分性能が上がっているというような、ことのようですね。で、あとですね、この後に8月24日に、このラマの進化版ということで、まあ、コーディング用の LLM、コードラマっていうのがリリースされたというような発表もありました。で、こちらはですね、まあ、ベースのコードラマと Python に特化したコードラマ Python というのと、ファインチューニングされたモデルの3つが公開された内容です。
で、続いて、先ほどまでが、マイタとかですね、マイクロソフトがサポートで、共同でやってますけども、そちらの話で、Google の方もですね、でもですね、LLM の方でアップデートがあったので、それをお話しさせていただきます。これも皆さんももうお使いかもしれないんですけども、Search Engine Experience というのが、新たに Google がサービスを開始しております。で、Google 検索上でですね、生成AI による新しい検索体験をですね、アメリカに続いて日本でも提供が開始されております。で、これがですね、こういう画面でですね、OK を押していただいたら、アイコンとしては右側にこういうフラスコのマークが出ると思うんですけど、ここをクリックしていただくと、こういう画面に、移りまして、OK を有効にすると、検索と一緒にですね、生成 AI でそれに関するような文章が、検索結果の上に出てくるというようなサービスですね。そういうサービスもですね、Google 検索と一緒にですね、始めているという形になります。で、ここからはですね、日本における LLM の動向ということで、いくつかですね、ピックアップさせていただきました。で、7月の6日、結構昔なんですけども、最初にですね、NEC、この NEC 以外にもいくつか、モデル、公開してるんですけども、一つピックアップしまして、NEC がですね、日本語性能を有、世界トップクラスの日本語性能を有する、軽量の LLM を公開して、社内使ってますよというのを、公開したというプレスリリースがありました。これが7月の頭ぐらいです。で、これと同じ時期ぐらいにですね、他の、企業さんやですね、国権の方でも同じような日本語の LLM の開発のプレスリリースがあったかと思います。で、8月のですね、後半ぐらいに、こちらもいくつか、プレスリリースで見た方もいらっしゃるかと思うんですけども、東大の松尾先生の研究室から出た、ベンチャーのですね、ところから、先ほどのメタ社が作ったラマ2をベースにして、日本語の追加事前学習を行ったモデルというのが公開されております。で、これは結構いくつかプレスリリース出てますし、実際、ハギングフェイスとかでもですね、モデルが公開されているという形ですね。ですので、日本語モデルについてもですね、いくつか、最近かなり、アップデートがあって、公開されが進んでいるというような、印象ですね。で、こちらですね、マイクロソフトネタを2つぐらいあるんですけども、マイクロソフトの AI イノベーションラボっていうのですね、今年の秋に神戸市に開設されるという話があるようです。で、これが一時期マイクロソフトが日本で研究所を作るとかっていう話がありましたが、これが本当それには該当するのか、ちょっと不明ではあるんですけども、そういう、日本での、サービス、ローンチっていうのは進んでいるようです。あと、これに関連してですね、マイクロソフトがですね、日本の国内にサーバーを設置するというのをですね、公表したというのが7月の後半ぐらいのお話、がありました。あと、続いてですね、これは東京都のプレスリリースですけども、2つぐらい、ちょっと今回お話しさせていただくと、いうネタがありまして、これは先月の後半ぐらいですね、東京都が、生成 AI のチャット GTP を職員5万人に利用解禁したということで、プレスリリースがありました。で、かなり、こういう、自治体でこう導入が進んでいるの例としては一番早い例なんじゃないかなと。
職員導入するという例では早い例なんじゃないかなというのを思いまして、ピックアップさせていただきました。あと、この東京都向けのガイドラインっていうのがですね、一般にも公開されてまして、こういう、AI 未活用ガイドラインみたいなのが、PDF として公開されてまして、まあ、これ非常に綺麗で分かりやすくて、まとまっているので、こういうのも資料として、公開されています。で、ここまでがですね、一応、まあ、最近のアップデートで、あといくつかですね、まあ、ちょっと雑談程度のネタをですね、ピックアップさせていただきました。これ、いつかはあれなんですか、忘れたんですけども、まあ、オープン AI 社がですね、GPT-5 の、まあ、商標を出願したっていうのがですね、一時期、ツイッターで話題になってました。ただ、カンファレンスのさっき一番最初の話題でありましたように、まあ、11月とかの段階では5がまだ出ないと、4.5とか5ってまだ出ないので、まあ来年ぐらいかなというような印象です。あと、これは日本語記事なんですけども、まあ明らかにあと GPT-4 の秘密ということで、まあ、実際は、GPT-4 のモデルって公開されてないので、内部で何を、どういうモデルで、学習されて出力が行われているっていうのはわからないんですけども、まあ、6月ぐらいに、まあ、関係者からリークがあったらしくてですね、まあ、このリークをもとに、まあ、これ日本語記事になっているものです。どうもですね、まあ、これ嘘か本当かわかりませんけども、まあ、2200億のパラメーターの、まあ、モデルがですね、8個連結されたような、まあ、専門家混合モデルを使ってて、で、モデル自体は、2021年の Google 社が発表したのとあんまり新しさはないんだよっていう、まあ、内部リークがあったというお話が、記事になっていました。で、まあ、これまあ、本当かどうかわからないんですけども、まあ、ただ、まあ、性能は、確かにいいので、まあ、これが出たからといって、落胆するわけではないんですけども、ただまあ、そんなにアーティテクチャとしては新しさはないんじゃないかというところです。で、あと、これもですね、プレプリントになってるよの論文から引っ張ってきたネタなんですけども、まあ、LLM のですね、セーフガードを故意に突破する、まあ、脱力プロンプトっていうのが、まあ、まだあるんですよっていうような論文がありました。それ一つ紹介させていただきます。で、結論的には大体今、攻撃成功率が高くて99%で、まあ、100日ぐらいにわたって、まあ、ブロックされてないプロンプトっていうのが、まあ、2つぐらい、この論文ではありましたというのを報告していますね。ただ、まあ、安全上、このプロンプトは何かっていうのは公表されてませんが、まあ、こういうセキュリティ上問題となるような、やっぱホールっていうのは、やはり、まあ、どこでもあるんだなというのを、これ、考えさせられるですね、レポートでした。あとですね、これもおまけ的なお話になるんですけども、最近、まあ、Google Chrome とかのプラグインで結構そう LMM との連携、API との連携できるようなプラグインたくさんあるんですけども、まあ、その中でなんか使いくて良さそうだなと思ったのを一つ、ピックアップさせていただきました。で、これがですね、maxai.me ってやつで、で、これを使うと、まあ、時々こう出てるんですけども、ここで、ですね。これで、この記事のインプルライティングだったりとかですね、スペルのチェッキングとかグラマーとかですね、あとはまあ文章を短くしたり、長くしたりっていうのをですね、ブラウザ上で、できるみたいなプラグインですね。まあ、こういうのが出てます。で、もしご興味あれば試してみてくださいという形ですね。ですね。
今私が作ってる、R のパッケージで、ChatA4R っていうパッケージがありまして、これの最新版を、昨日、C ランにアップロードしまして、今、最新版の2.10っていうのが、使えるようになってます。で、この機能について、ちょっとだけデモさせていただけたらと思うんですけども、内容はですね、先日、9月7日の、IIBMP のトークの内容と被るんですけども、いくつかですね、ちょっとこれ早送りなのか。これは見えてますかね？はい。あ、はい。じゃあ、一応ですね、このパッケージはですね、ちょっと、こっちは、一応ですね、このパッケージっていうのは、R のパッケージエンジングの、際のですね、サポート関数みたいなのを提供してまして、例えば開発段階のですね、アイデア出しとかですね、関数の作成のサポートであって、ドキュメントの作成のサポート、あと、関数の検索機能とかですね、エラーのが何を意味しているかっていうのを検索したりとかですね、そういう機能をですね、提供しているようなパッケージですね。で、これだけの機能じゃないんですけども、今回それに、包括してですね、お話し、させていただければと思います。で、早速ですね、デモさせていただきたいんですけども、で、これがですね、1個目が、パッケージ、関数をですね、R の関数を調べるっていうような機能がありまして、例えば、パッケージが存在してるかどうか調べる、関数ですね。関数が知りたい場合、このアドインの中で、search R function from selected content ということで、選んだテキストの部分から、これに該当するような R の関数を探すみたいな機能です。で、押していただくと、ちょっと待っていただくと、この R のコンソールの方に、こういうパッケージ面で、こういう機能の関数がこれに該当しますみたいな形で、出てきます。で、大体これ、3倍速ぐらいで動画作ってますので、実際これ、10秒ぐらい、実行にかかるような印象です。あとですね、次に、こういうようなエラーメッセージが出た場合に、この詳細が、よくわからない場合、これを調べるみたいな、機能もですね、追加してます。で、同じく、あ、すいません。で、ここにですね、チェックエラーディテールというのを、英語版と日本語版っていうのがありまして、この日本語版を選ぶと、それが実行されます。で、基本的にはこれ、クリップボードの情報が読み込まれますので、この選択領域をコピーして使っていただくという形ですね。そうしますと、このような、ここのエラーに該当するような、エラーがどういうような理由で起こったのかっていうのを、日本語で説明してくれるというような形ですね。で、こっちがですね、選択領域で実行で、こちらがコピーして実行するような形です。で、こっちがなんでコピーして実行するかというと、基本エラーメッセージでコンソールに出る場合が多いと思うので、コンソールとかですね、ウェブからコピーして、実行すると、実行するっていうのを想定しています。です。こういう形ですね。各、えー、えーと、アドインですね。それぞれの関数。アドインでいろんな機能が使えるようになっているという形になっています。
で、アドインの実行ではですね、選択部分とかですね、クリップボードを読み込んで、この R の関数群に、まあ、それぞれ入力するというような形で、実装しています。で、まあ、関数型でも使えるのは使えるんですけども、まあ、使い勝手を考えて、こういう、まあ、GUI 的な形で、使えるようにしております。で、こちらですね、このパッケージを使って R の関数を作るデモなんですけども、この、まあ、デモではですね、大きくこの4つのですね、ステップを想定しています。で、1個目はですね、アイディア出しのステップと、あとはまあ要件定義、次は要件定義のステップと、まあ、3番はこの要件定義をもとに R の関数を作成するステップですね。あと4番目は、R の関数を定義した後にパッケージ用の、まあ、ディスクリプションをつけるということで、R オキシゲンの付与のステップですね。この4つのステップをデモしたいと思います。で、最初のプロンプトとしては、関数でどういうことを実行したいかというので、一応ですね、まあ、デモ的な形で、例題としてはこういうのを用意しています。で、線形計画法で5科目分の時間割表を、まあ、時間割作成したいというので、教師が2名ずつで3クラスで5日分みたいなですね。で、結果はテキスト形式で表現するみたいなのをスタートのプロンプトにしております。で、まあ、これはまあ何でもいいんですけども、まあ、一応例ということで、仮でこれを設定してます。で、これを入力に、最初ですね、サポートアイデアジェネレーションということで、まあ、アイデア出しをしてもらいます。で、アイデアが出てきましたので、これは、一回日本語に翻訳して一応中身を見ていただいて、まあ良さそうだったら、一回日本語にしてみて、まあ良さそうだったら、まあそのまま使うという。で、もう一回選択して、すいません。ちょっと出てしまった。ちょっともう一回やります。で、これ選択して、まず、アイデア出しのところを実行すると。で、次に要件定義をします。で、要件定義ってこういう形で、要件定義出てきます。一回、まあ、これは、このようにですね、日本語にして、そしたら、まあ、こういう形で入力のパラメーターであったり、出力のパラメーター。まあ、こういうような要件定義されてますので、で、これをまあ、確認して、もう一回戻して、いらないとこを削って、これを元に、関数を作ると。ちょっと早いんですけど、まあ、関数作るっていう。このまあ、create R code from selected text ということで、まあ、ここから関数を作ると。ああ、そうしたら関数出てきてますので、まあちょっと必要に応じて編集して、まあいらないところとか切って、で、次、まあこれを入力に、次、まあオキシエンの、R オキシエンの部分を付与すると。形で、まあこれ、先ほどの R の関数に対して、こういうオキシエンの部分が付与されるというのが、このまあパッケージはできるという形です。で、一応、まあ、デモだと今、1分半ぐらいに縮めてるんですけども、このまあ、工程ってのは大体4分ぐらいで、実際には4分ぐらいかかるというような形です。
こういう機能を実装しております。で、あとですね、このバージョンからですね、一応、こういう R のサポート、R のパッケージの開発サポートだけじゃなくてですね、もうちょっとその LMA の応用的な機能もですね、組み込むようにしております。で、一つはですね、複数の、LMA のボットをですね、設定して、それらにですね、アイデア出しとかですね、解決策を議論させて、その結果をですね、人にレポートさせようというようなですね、関数もですね、実装しております。で、モデルは、詳細こういう形なんですけども、詳細割愛しますが、ヒューマンがですね、あるプロンプトを A という LMM のボットに渡して、ABC っていうのが存在して、その中でですね、議論して、もらって、その結果をですね、もう一回フィルマンにレポートするような、実行関数になっております。で、実際、こういうような形で、実行関数がありますので、インストールして使っていただくというのも可能になっております。で、これ、ちょっと音出るかわからないんですけども、そうですね。実行文としては、一周を与えて、あとはドメインを与えて、それで3行目で、この関数を実行するという形です。で、英語か日本か出力決めれまして、これ、フォルスにすると日本語の出力になるという形です。で、これで、最初ですね、ヒューマンがですね、プロンプトを与えて、で、それをもとに A がですね、これ質問を考えて、B に相談すると。ちょっと長いんで省略しますけど、こういうですね、実行もですね、このバージョンからできるように、しておりますので、もし、興味あったら、使ってみてくださいと。